続いてはワールドリポートです。今朝はタイのバンコクからです。去年覚醒剤の押収量が過去最高を記録した東南アジア、今新型コロナウイルスの影響で違法薬物の売買や流通に変化が起きているといいます。バンコクにあるアジア総局の海津裕樹カメラマンに聞きます。海津さん、おはようございます。おはようございます。東南アジアでは覚醒剤の蔓延が深刻な問題になっているそうですね。はい、去年東南アジアで押収された覚醒剤は101トンに上り、2011年に比べおよそ10倍になっています。ミャンマー東部の山州はタイやラオスと国境を接し、黄金の三角地帯とも呼ばれる違法薬物の世界的な生産地です。この場所を起点に東南アジアだけではなく日本にも流通していると見られています。以前はアヘンやヘロインの生産が一般的でしたが、今は少ない人数で建物の中に隠れて作ることができる覚醒剤の生産が急増しています。国連薬物犯罪事務所の担当者によりますと、各国の政府が新型コロナウイルスの感染対策に集中している状況は、国際犯罪組織が違法な活動をする上でプラスになっている、抜け穴を見つけて新たな密輸ルートを構築していると指摘しています。実際にタイ国内への違法薬物の密輸はミャンマー東部からタイ北部を通るルートが多かったのですが、この数ヶ月でラオスを経由しタイ東北部に入るルートが使われるようになり、タイ政府が警戒を強めています。これ、タイ国内で覚醒剤など違法薬物の売買や流通に変化はありますか？若者を中心に SNS を通じた違法薬物の売買が増加し、警察が摘発するケースが相次いでいます。タイでは6月まで違法薬物の温床となっていたパブやナイトクラブが休業していました。密売グループは売買の方法をインターネット上の売買に変え、家にいる時間が長くなり SNS の利用時間が増えた若者をターゲットに薬物に関する投稿を繰り返しています。こうした投稿は3月下旬にタイで非常事態宣言が出される前に比べ倍増しているということで、タイ政府の担当者は SNS を使った違法薬物の売買が主流になっていて、摘発を強化するためにも最新の技術や装備が必要ですと話していました。政府は警察と特別チームを編成し、24時間体制で SNS の投稿を監視。さらに SNS を通じた売買では、受け渡しに宅配サービスが使われることから、配送会社を定期的に訪れ、荷物の中に違法薬物がないか、X 線検査をするなど取り締まりを強化しています。3月から5月までにすでに違法薬物の売買や所持で7万人以上が逮捕され、薬物の蔓延している実態が改めて浮き彫りになっています。取り締まりは効果を上げていそうですけれども、海津さん、現地ではどのように感じてますか？こうした SNS 上の違法薬物の取り締まりは簡単ではないと感じています。実際に私もタイでよく使われる SNS で覚醒剤について検索をしてみたところ、すぐに見つけることができました。その気になれば誰でもアクセスできるのが現状です。タイ国内には薬物の使用者が140万人以上いると言われ、薬物に依存する人の割合は10代から20代の若者が最も多く、全体の6割を占めています。SNS での売買が主流になることで、中学生や高校生などの使用者がこれまで以上に増えるだろうと指摘されています。タイ政府は景気の悪化が違法薬物の売買の増加につながるとも懸念していて、実際にホテルの従業員だった男性が職を失い、覚醒剤の売買に関わり逮捕されたというニュースもありました。SNS を使った違法薬物の売買の取り締まりを強化するだけではなく、失業者が貧困から薬物の売買に手を出さないよう、タイ政府による対策も求められていると感じます。はい。バンコクにあるアジア総局の海津裕樹カメラマンに聞きました。
ビジネス経済、今朝は東京に注目。マイビズ田中キャスターです。毎週月曜日のマイビズは経済の今、今朝は経済アナリストの森永卓郎さんにお聞きします。テーマは今こそ東京封鎖をということです。森永さんと電話がつながっています。森永さん、おはようございます。おはようございます。東京都内での、新規の新型コロナウイルス感染者数が4日連続で100人を超えています。経済がご専門の森永さんですが、今東京封鎖をすべきだとお考えだということですね。はい、経済を守るためにもですね、私は今こそ東京を封鎖して、そして都民全員に PCR 検査をするっていうのが最も効率的かつ効果的な対策になるんだと思うんですよ。で、これ極論に思われるかもしれませんけれども、実は例えば先週埼玉県の大野知事はですね、東京の繁華街に行かないでください、東京での大人数での会食は避けてくださいっていうことを言っていますし、小池東京都知事もですね、県外への不要不急の移動は避けてくださいって呼びかけているんですね。で、これを徹底してやるっていうことなんです。で、実はなんでそういうふうに思うかっていうとですね、実はその感染地域を封鎖して、そこで徹底的な検査を行って陽性者を隔離するっていうのはですね、実は世界の、主流のやり方で、実は日本だけがその、ロックダウンもしなければその、営業禁止のような厳しい対策も取らないっていう特殊なやり方をしてきたんですね。で、その結果、今もうほぼ第2波が確実っていうような状況が生まれちゃってるんだと思うんです。とは不要不急の、他県への移動を控えるとともに、夜の繁華街では、適切な感染防止策を講じている店を選ぶように呼びかけていますけれども、こうした部分的な対策だけではこれ不十分だとお考えだということですね。実はですね、この夜の街っていうのに矮小化をすべきだと私は思わないんですね。で、それなんでかっていうと、東京都のデータでも感染経路が不明っていうのがもう 40% 近くになっているわけで、感染症の専門家ももう市中感染が広がっているんだっていう、ことを言う人もいてですね。で、これ東京都っていうのは今までどれだけ感染がいるのかっていうのをちゃんとした検査っていうのをしていないんですよ。で、厚生労働省がやった3000人対象の、抗体検査の結果 0.1% しかその陽性者はいなかったっていうことになってるんですけれども、実はあれ3種類の試薬で検査をしていてですね、モコバイオっていう会社の検査キットの結果だと 1.1% だったんですね。で、これはもう信用できないっていうことで、対象外っていうか参考資料になっちゃっているんですけれども、仮にそれが正しいとすると、抗体検査の陽性率 1.1% っていうのはもう10万人以上の感染者が東京都にいるっていうことになりますから、その夜の街の問題なんていう問題ではなくなっている、だからきちんと PCR 検査をすれば、どこにどれだけのどういうその場所に陽性者がいるのかっていうのも分かりますから、正確な対策っていうのが私は打てるんだと思っています。これ再び経済を止めるとなると影響は極めて大きいという声もありますけれども、この経済アナリストとして森永さん、この、東京封鎖することのメリットデメリット、それぞれこう比較してですね、なぜこれをやるべきだというふうにお考えですか？私はそのずるずるとコロナとの共存っていうのを図るっていうのには反対なんですね。なんでかっていうと、その間ずっと経済が低迷してしまうからなんです、で、その東京を封鎖した上で、徹底的に PCR 検査をする、本気を出せば1ヶ月ぐらいでできると思うんですけれども、現実に中国は武漢でそれをやっているの で、その期間だけで済むわけです。つまり陽性者を隔離してしまえば、経済は元に戻せるんですよ。もちろんその後また何回もその感染が襲ってくるとは思うんですけれども、一回その状況が実態が分かれば、どこをターゲットに自粛を求めればいいのかっ
ていうのも分かってくるので、うん、ずるずるやるよりはもう一気に封じ込める。でそうしないと東京を収束させないとですね、うん、今どんどん周辺県から全国へ飛び火しているっていう状況なので、うん、実はですね、その自己再生産率っていうのがあるんですけど、一人の人が何人に感染させるか、でこの数字を都道府県別に見ると、うん、安定して1を超えてるのは実は東京都だけなんです。だからそのこの東京都の場合は何かやらないと収まらないんですけれども、うん、その東京以外の県っていうのはこう散発的に出てくるのをこう個々に叩いていくようなやり方で収められるんですね。だから東京を止めれば全国は助かるんですよ。で、しかもその東京に資源を集中すればですね、全国に対策をするよりもはるかにこう効率的に財政資金も使えますし、東京都の GDP って全国の2割なので、そこをこう自粛させても、例えば経済規模が半分になるということはないと思いますけど、仮に半分になったとしても経済の 90% は守れるっていうのが実態なんですね。だから、徹底的にその東京対策に集中するっていう方が私は最終的にはいいんだと思ってます。でそのコロナをもう完全に封じ込めるっていう戦略を取るべきなんだと思うんですけどね。東京以外の経済はそのまま生かしていくということですね。はい、これ、東京封鎖となると、新たな休業補償などが求められると思いますけれども、財源については森永さんどういうふうに考えますか？財源については、うん、飲食業等にかなり手厚い補償をしてもですね、1ヶ月あたり1兆円はかかんないぐらいの規模なんですよ。と、うん、いうことは政府の第二次補正予算で予備費10兆円持ってますから、うん、そのごく一部をここの東京の集中決戦に向けて投入すればですね、全然財政的には私は問題ないと思っています。この東京で、倒産する企業、失業者がさらに増えることも、予想されますけども、そのあたりも手当は打てると。だからその短期でやった方が、倒産も失業も防げるんですね。ずるずる経済を低迷させるっていうのが一番経済への被害を大きくするんだと私は思っています。今大きな流れとしてヨーロッパなどでもコロナとの共生といいますか、感染対策と経済の両立を図ろうとしていますけれども、日本の場合はまず短期決戦で、東京の場合は、まず対応した方が経済的にも効率があるということですね。はい、で実はその、ファクター X って言われている欧米とそれから、日本オセアニアっていうのはですね、東アジアオセアニアっていうのはコロナに対する体制がものすごく違うっていうのは分かってきて、2桁ぐらい違うんですね。はい、だから欧米では共存せざるを得ないんだと思うんですけれども、東アジアとオセアニアはコロナと決別するっていう戦略は私は取れるんだと思っていて、現にですね、日本と同じ島国のニュージーランドっていうのは、3月25日にロックダウンをして、こう徹底的に検査をして、隔離をするっていう戦略を取ってですね、6月8日に感染者がゼロになって、はい、今もうすべての経済活動自由になって、マスクもいらない、ソーシャルディスタンスもいらないっていう経済を作っているんですね。だから日本は目指すべき方向っていうのはそっちなんだと思うんです。そうすれば東京も完全に蘇ることができるわけですよ。だからそこの大胆な戦略変更っていうのを私は今はした方がいいと思うんですけどね。はい、森永さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。マイビズ経済の今、今朝は経済アナリストの森永卓郎さんにお聞きしました。